株いじり、ふみえちゃんです。こんばんは、よろしくお願いします。どうなの？なんかね、今日眠いんですよね。ええー。ちょっと頑張りすぎたみたい、一日。ただの生理前なんじゃねえの？なんでわかんのかしら。今日は何ですか？今日はこちらです。華麗なる一族で思わずリメンバーということで、はあ、今 TBS テレビで華麗なる一族って、うん、あの金融再編の話をしてると思うんですね、うんうんうん、であの鉄鋼業 の, その専務に勤めるキムタクが、うん、まあ、こう資金繰りに困っていろいろ宿泊するっていう確か番組だったと思うんですけど、うん、先日ねこの華麗なる一族って私あんまりドラマ見ないんですけど、チラッと見たんですよ。じゃあね、ちょっとね嫌なことを思い出したことがあって、あの実は今ね証券市場ってものすごい鉄鋼株って大盛り上がりなんですよ、うん、で実は去年私もね先見の明のもと、うん、新日鉄を買ったんですよ、うん、483円で、うん、で当時ね知り合いとゴルフ練習に行っていた時に、うん、あのなんかいい株ないって言われて、うん、あの当時ね新日鉄がみずほコーポレートなんかその大手産業に向かって、うん、3000億円のその、まあ、優先出資証券っていうのを発表してたんですね、うん、まあ、これは簡単に言ってしまうと、まあ、敵対的買収の防衛策の一つとして、うん、まあ、出資金を募って、まあ、安定株主を作るみたいなところがあったんですけども、うん、当時ね480円ぐらいの株価の時に、うん、740円で、まあ、その転換価格というかその株価を決めて、だから普通だったら今の市場の株価より安い値段で資金調達するはずが、うん、高い値段でみずほとかは買ってたんですよ、新日鉄の株を、うん、ってことはそこまで行く可能性というかちょっと裏があるのかなと思って、うん、まあ、もちろん敵対的買収の防衛策というのがあったんですけど、うん、まあ、それからあとはその鉄鋼業 の, きあのなんでしょう業界再編みたいなのが続いてたんで、うん、私は483円で買ったよと、でいいんじゃないのっていうその理由を説明して言ったんですよね、うんうん、そしたらその彼は結局鉄鋼業とかってものすごく大型株、小型みたいにこうガチャガチャ動くんじゃなくて、ちょっとやそっとじゃなかなか動かないのでつまんないって言って、個人投資家の中でも嫌がる人が多いんですよね。なかなか株価が動かないっていうことで、ただし安定はしてるんですけども、でそんなようなこと言われたから、あ、じゃあ買ってねえんだなと思ってたんですよ。そしたらこの間ね、たまたま松山に行って食事の席であのご飯を食べてる時にね、不明さって新日鉄ありがとうって言われたんですね。で、はってなんで持ってんのって言ったら、買ったわよ、あんたより安い480円でって言われたんですよ、うん、私がその話をした後にちょっと下がったんで、その時に買ったらしいんですよ、うん、でも私はその話を聞いてなかったの、うん、でね、その上ね、私ねそんな大型株だって言ったって上がるよって言いながら、私も大型株のねチンタラチンタラした動きにね耐えられなくて、実は去年のうちに売っちゃってたんですよ。483円で買って500円半ばで売っちゃってたんですよね、うん、で実はそこからねものすごい新日鉄は、まあ、業界再編っていう、まあ背景にねものすごい上がっていって、今日の終値で710いくらまで上がってるんですよ。でその彼に先日ありがとうって言われたのがすごい悔しくて、まあ、悔しいんだ、愚痴なんですけどね、悔しいんだ。 で実際じゃあなんでその510円だって儲かってるじゃん、これ。だけど30円だって、その後710円だよ。欲の皮が突っ張ってる女だ。でね、もっとひどい、関東方形みたいな女だよ。でもっとひどいのが、うん、その時に私は新日鉄を入れ替えた時に何が無償に欲しくなったかって言ったら、その原油がこう一時下落もしてたし、原油だからね一時下落もしてたし、まあっていうことで全日空の株が欲しかったんですよ、うん、で全日空の株主優待で一度飛行機にも乗ってみたかったし、うん、まあ、全日空が好きだったってこともあって入れ替えたんですけど、その全日空はねまだ20円しか上がってないの。儲かってるのに不満なんだよこの人ね。いや、あの利食い千人力っていう言葉があるけど、やっぱりね損をするより儲け損ないのが悔しいっていうのをね、あましてやそういう人が向いてんだね、きっと株は。そう、僕の株の突っ張った人が、まあ、ただの愚痴みたいになりましたけど、だってお前100円落としたってまあいいやって感じでしょ。ダメだよ。例えば、絶対ダメ、絶対あの自動販売機の下とかにいたら手突っ込んで、こう手突っ込むの、取るよ、絶対取る。あ、そう、あのほっぺたとか地面につけて絶対取る。ほっぺたを地面につけて取るタイプ、絶対やる。だから俺が何こう10円やるからチンポ舐めてっつったら、いつもベロ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 なんか5時間ぐらい舐め続けてんの。暴露本書くよ。悪かった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 。
悪かったよってこともないんだけど、何も悪いことはないんだけど。でね、もっと悔しいのが、うん、先週だから先々週話した、うん、そのテクノマセマティカルっていう銘柄を教えてくれた方なんですよ、うんうんうん、でその株は教えてくれた私も儲かったじゃないですか、うんうん、で自己責任って話をしたと思うんですけど、うんうん、その株の儲けと、うん、その彼が新日鉄で儲けた儲けだったら、うん、彼の方が儲かってるんですよ。なるほど。それも嫌なの。それも嫌なの。放送で偉そうに吹聴したものよりも友達の方が儲けてることが嫌なんだ。嫌なの。頭きたなと思って。いいじゃん、別になんかメールマガジンで儲けてるわけだからさ。いいね。いくら、いいです。好きなだけ強欲だと言ってくださっても結構なんですけど。悔しいもんよ、悔しいんです。セックスも強欲なの？あ、このチンポがもうちょっとでかかったら私もうちょっと気持ちよかったのに。結構淡白。淡白。早く終わんないかな、みたいな。嘘これはそんなに儲けなくてもいいみたいな感じなんだ、セックスに関しては。そんなことないです。最悪だ。はい、では最後に、ふみえのおすすめジャンルっていうことで。はい。はい。証券株。なんですけども、はあ、数年前にね、銀行がこう再編する過程で、うん、銀行にぶら下がってる証券会社っていうのは、いろいろこう統合されて、うんうんうん、ほら、親がくっつくから、その下もくっついたみたいな感じで、うん、その再編っていうのは、ある程度、完結化してるっていうか、まあ、全て終わってる感じなんですけども、うんうん、実はね、ここに来て、そのほら、銀行業って一時、その貸金業に走ったじゃないですか。うんうんうん、アコムとかアイフルとかね。うん。うん、あそこら辺がちょっと失敗に終わったんで、やっぱり証券業に力を入れたい、うん、それから団塊の世代のその資金が入ってくるということで、うん、今後ちょっとね、もっと再編が続くんじゃないかなと。なるほど、ふみえちゃんでした。はい、いかがでしたでしょうか。強欲女満載の、放送だったと思うんですけども、本当にね、個人投資家の方、もし今やってらっしゃる方もいたら、多分わかるかと思うんですけども、個人投資家